今回は AR ヘッドセットのレビューをしていきたいと思います。ガジェット好きで、実はガジェットレビューもちょこちょこやっているこのチャンネル、過去には Facebook 現メタ社が発売している VR ヘッドセットオキュラスクエスト2なんかも紹介しています。まあそういったことをしてたこともあり、今回ドリームワールド社から販売されるドリームグラスリードという AR ヘッドセットをいただけることになりました。こういう VR や AR など最近はメタバースなんて形容されてますが、この辺の界隈はまあ今まさに発展していっている、成長の最中という感じがしますね。こういう機会でいろんなガジェットを試せるというのは本当にありがたいことです。今回レビューするドリームグラスリードですが、 VR ではなく AR ヘッドセットという位置づけですね。 AR はオーギュメンテッドリアリティ、つまり拡張現実という言葉の意味になります。一般的に VR すなわちバーチャルリアリティは自らの視界すべてをコンピューターで生成した映像に置き換えるもの、 AR は現実の世界にコンピューターで生成した画像を重ね合わせるものという呼び分けがされています。 MR ミックストリアリティというものもありますが、これも AR にどっちかというと近いものです。こちらは現実の3次元空間と仮想の3次元空間をより緊密に連携させたものを指します。というわけで早速開封に移っていきます。この卵型的なシェイプのポーチに全部入っています。絶妙に直立させるのが難しいのは仕様なんでしょうか。ポーチは作りはしっかりしていて、ドリームワールドと書かれています。中には布巾着に入ったドリームグラス本体と、その反対側にはもう一段ポーチが入っており、中にはクリーニングクロスと USB のタイプ A2C ケーブル、そしてリモコンが入っていました。リモコンの中には単三電池1本が入っていました。付属品はこんな感じです。続いて主人公でもあるドリームグラス本体を見ていきましょう。形状は前方のディスプレイユニットと後方の頭を支えるパーツ、これらが柔軟性のあるプラスチックでつながっているようなシンプルな感じです。後ろのパーツにはバッテリーが入っているらしく、これがカウンターウェイトとなって安定しますよと、そういうことらしいです。実際元 Facebook 現メタ社が発売している Oculus Quest 2でも、初期状態ではヘッドセット全体の重みが前に集中しずれるし疲れると、そういう部分がありました。これを改善するために後ろの方にモバイルバッテリーを装着して重量バランスを均一にするなんていう方法もあります。ドリームグラスではその辺も考慮しましたよと、そういう感じですね。さて前面のディスプレイを見てみます。新品特有のペリペリを剥がさせていただきます。このペリペリがついていたところにはテカテカの黒いパネルがついています。これは遮光板ですね。本来 AR ヘッドセットは現実世界に映像を重ねて表示するものですが、現実を見たくない時にこれをつけます。なので外すことができます。外した本体はこんな感じです。グラス自体はマジックミラー的な状態になっていますので、外から見る分には鏡みたいな感じです。右側面には左右の矢印ボタンと決定ボタン的なものがついています。左底部には電源ボタンがありました。あとは上部に USB Type-C ポート。左の裏側には 3.5 ミリイヤホンジャックがありました。あと前面にカメラがついています。ちなみにドリームグラスリードのプロバージョンにだけカメラがついているみたいで、ノーマル版にはついてないみたいです。ちなみにスピーカーも搭載されていて、イヤホンはつけなくても音を聞くことができます。ただし品質は高くないです。ちなみに Bluetooth イヤホンも接続できます。重さは 332g ぐらいでした。まあ軽いんじゃないかなと思います。高評値では 320g でしたが、まあ誤差の範疇かなと思います。では僕の頼れる友人でもあるダミーヘッド君を使って装着時のイメージを見ていきましょう。ダミーヘッド君はちょっとだけ小柄ですが、だいたいイメージはつかめるかなと思います。ヘッドバンドの後頭部側には回せるダイヤルがあり、回すとバンドの長さが変わっていくので自分の頭に合わせて締め付けて固定するような感じです。
というわけで早速起動してみましょう。電源ボタンを長押しします。まあ余談ですが、こういうヘッドセットをうまく撮影してで雰囲気がわかるような動画にするっていうのはまあ結構大変なんですね。無事起動して何かしら映るというところまでは確認できました。次は初期設定です。まずは動交換距離の設定です。動交換距離というのはまあそのままなんですが、左右の目の動向の間の距離ですね。自分の目の動交換距離を測ってそれをヘッドセットに設定します。この設定は大抵の VR や AR のヘッドセットでは必須です。これをちゃんとやらないと見え方が定まらなく二重になったり、見えるがかなり目に負担がかかるような状態になるので一瞬で酔ってしまいます。まあそうじゃなくても酔ってしまうんですけれども、一般的に男性が 64mm、 女性が 62mm が平均と言われていますが、まあ個人差あるので頑張って鏡の前で定規を使って測ってください。設定が終わるとメインメニュー的なものが現れました。このリモコンとヘッドセット本体は Bluetooth で接続するようなので、なんかいじってたらなんか知らん間に接続できました。この手のガジェットというのはやっぱりある程度こういうなんでしょう、扱いに慣れている人じゃないとちょっと迷っちゃうというか、ちょっと大変な部分もあるかもしれないですね。あとは自分の家の Wi-Fi の設定とかそのくらいをやったと思います。目の前に浮かぶメインメニューですが、これも自分が向いている方向に対してふわーっとついてきます。ただしちょっと反応がちょっと悪いという部分もある感じですね。リモコンの丸ボタン長押しでメニューとリモコンの位置を自分の目線にリセットしてくれるので、それはちょくちょくとやった方がいいでしょう。これに関してはどのヘッドセットでも共通で言えることだと思います。ではまず動画が再生できるということなので、デフォルトで入っているサンプル動画を再生してみます。でこの動画見たことあるなぁと思ったらあれですね、オープンソース 3DCG ソフトのブレンダーというソフトを制作しているブレンダーファウンデーションが企画して作ったアニメ映画ビッグバックバニーです。これはクリエイティブコモンズライセンスなので権利的に使いやすいというところで多分サンプル動画に抜擢されたんでしょう。この動画は 3D 映像になってまして、実態としてはアップダウン方式の 3D 映像になっています。プレイヤーでは立体的に再生することができました。メニューを見た感じ、アップダウン方式やサイドバイサイド方式など一般的な 3D 映像とか360度動画の形式には対応できているようです。鑑賞方式も自分の頭の動きに対応した見え方、すなわち目の前に仮想的なモニターが置かれているような見え方と自分の頭の動きには対応しない見え方、つまり目の前にモニターが張り付いたような見え方の2パターンができました。後者の方はどこを向いても常に映像が目の前に張り付いているので、まあちょっとしたこうサイバーな映像を作ってずっと流しておくとちょっとトニー・スタークになったような気分が味わえるかなと思っちゃいました。その他の機能ですが、このドリームグラスリード OS は Android ベースなので基本的に Android アプリのデータである APK ファイルを直接取り込んでインストールすれば理屈の上では Android アプリが使えます。この辺の話は以前レビューした Oculus Quest 2と似ていますね。あれもベースは Android です。簡易的なアプリストアのようなものはありますが、基本的に自分で APK ファイルをスマホなどから抽出してコピーするか、 APK のコピーを保管しているミラーサイトから入手する方法などが良いようです。この辺の話からも分かる通り、これはある程度の知識を必要とするのでちょっとクロウト向けであり至れり尽くせりな環境ではないというところは注意が必要かもしれません。こういうガジェットはまだ発展途上、進化の途中なので仕方ない部分はありますね。というわけでAndroid のアプリをいくつか入れてみることにします。私は手持ちの Android スマホに入れているアプリの APK ファイルを抽出して入れました。いくつか動作確認をしてみましたが、動くものと動かないものがあります。おそらくですがこのドリームグラスに搭載されている OS は AOSP という
Android の本当に素の状態をベースにしているっぽく、 Google 系のサービス、いわゆる GMS、Google Play 開発者サービスのようなコア機能が入っていません。そのためその辺のコア機能に依存するようなアプリは動かないようです。 YouTube、ニコニコ動画、Netflix、Amazon プライムビデオ、Disney プラス、Unext のアプリを入れてみました。結果としては YouTube、ニコニコ動画、Amazon プライムビデオは問題なく動きましたが、 Netflix、Disney プラス、Unext は僕がやった限りは動きませんでした。なんとも惜しいところです。もしかしたら動かす手段があるのかもしれないですが、僕の試行錯誤の範疇ではできなかったですね。 SNS というところでスカイプアプリ、 TikTok も入れてみました。問題なく使えて、スカイプに関してはビデオ電話もできました。ただしこっちから相手に映る映像はグラス前面についているこのカメラの映像なので、面と向かって対話するようなそんな感じのビデオ通話はできなさそうです。ちなみにプロ版じゃない方はカメラがないらしいので、どうなるのかは謎です。あとはこれももともと Android アプリですが、 Air Receiver というアプリを入れれば iPhone の AirPlay や Chromecast、 DLNA メディアのクライアントとしても動作するので、iPhone と接続して楽しむという方向性もあります。ただし Netflix などは AirPlay 経由の映像出力ができないようになっているので、これも大人の事情が足かせとなっているという感じですね。ブラウザは最初から Firefox Reality というヘッドセット向けの Firefox ブラウザが入っており、ブラウジングは楽しめました。まあ楽しめると言っても操作性はそんなに良くないので、ネットサーフィンというよりは何かしらのテキストを見ながら何かするようなながら作業には使えないことはないなという感じです。実際 AR ゴーグルで周りの現実が見えるというのはやっぱりながら作業向けですよね。ちなみに Firefox Reality アプリではマルチウィンドウ機能という機能を備えていて、こんな感じで自分を囲むようにウィンドウを配置することができます。いろんなページを開きながら作業するというシチュエーションには結構便利だと思います。実際ニコニコ動画を見ながらお皿洗いなど家事をしてみましたが、ちょっと未来的で楽しかったです。ちなみに AR の仕組みですが、実は裏側にパネルがあり、映像そのものはここで映しています。その光を手前のマジックミラーで反射させることで映像を現実世界に重ねて見せているというものです。あれですね、部屋からガラス越しに外の景色を見たら、外の景色に加えて反射した部屋の景色が重なって見えるようになるのと大体一緒です。画質は非常に良好で、ピクセルの粗を感じることはありませんでした。パネルの解像度は両目合わせて 3840×1080 ということで、片目フル HD ずつの面積になりますね。色も非常に鮮やかで、輝度も十分でいい感じです。というわけで軽くですが、いろいろと触った上でのいい点と悪い点を挙げていくことにします。まず良かった点、デザインはシンプルかつ未来的で悪くないです。で、332g と軽い上にスタンドアローン動作、つまりケーブルとか煩わしいものがないので、その気になればやっていいかは別として、外で歩きながら使用することも可能です。 Bluetooth イヤホンも接続できたので、映画を見ながら外を歩くということも可能っちゃ可能です。パネル品質は良くて鮮やかです。解像度は片目換算でフル HD と、決して高解像度とは言わないものの AR 用途なので必要十分だと思います。また目の周りのスペースは広く空いているので、メガネオンメガネも可能ですし、飲み食いも可能でした。次に悪い点ですね、まず上下方向の視野が狭いです。もう少し下まで広げてほしかったっていうところはありますね。イメージ的に全体の視界、自分の視界の上5分の3くらいまでが AR っていう感じです。視界の上の部分だけが AR グラスなので、常に目を
上の方向に向けていくことになり、とても疲れます。そういう意味ではやっぱり視界全体が AR になるのが理想なのかなというふうには思います。ただうん十万円するマイクロソフトが作っているホロレンズでも視界が狭いというレビューがあるので、まあ、技術的にねどこまでできるのかっていうところとの兼ね合いなのかなとは思います。逆に AR の面積が視界の上部分しかないということは、何か手元を見る作業をしながらという場合には手元は普通に見れるので、そういう意味では便利なのかもしれません。次にコントローラーの反応が悪いです。特にトリガーボタンの反応が悪く、しかもポインティングはシビアなので、何かを指しながら決定しようとするとトリガーを押したせいで照準がずれて結局ボタンが押せないと、しかもトリガーの反応も悪くてなかなか押せないというかなりのもどかしいシーンがちょくちょくありました。ただ内部の方に聞いたところ、私が触っているのはサンプル版ですけれども、量産版では改善しているということらしいので、それだけ補足しておきます。次にメニューパネルの回転の応答がパチッといかないことですね。これはかなり感覚的な部分なんですけれども、こうついてこいよという時についてきてもらえず、ついてくんなよという時についてくるような、そんな感じのメニューパネルです。ここはねソフトウェア的に、いろいろなんとかなる部分なので、ちょっと改良をね重ねてほしいかなとは思います。あと最後にインターフェースの日本語がおかしいです。機械翻訳そのまんまな感じなので分かりにくいし、ちょっとダサいです。インターフェースは英語に変えられるので、もう僕は英語に変えてしまいました。私としてはこっちの方がむしろ分かりやすかったです。言語はすぐに変えられるので、やっぱり英語が分からんとなったらまた戻せばいい話です。あと英語のインターフェースってかっこいいじゃないですかね。トニー・スタークが日本語の UI を操ってたら嫌ですよね。というわけで、まあ悪い点というか、今後ねもっと伸びてほしい点というところも挙げさせていただきました。というわけでドリームワールド社のドリームグラスリードプロのレビューでした。この動画の投稿時現在、クラウドファンディングサイトのキャンプファイヤーで先行販売をやっているようです。でその後一般販売をする予定があるらしいので、気になった方はいかがでしょうか。まあ、あとはね VR とか AR、まあちょこちょこは触ったことはあるので、まあ、何かしら質問とかあればコメントいただければと思います。このチャンネルでは映画の解説や考察レビューや映像技術の解説、ガジェットレビューと自作パソコンの話などをしていきますので、登録お願いします。それでは次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。